回の裏技は、夢の世界を縦横無尽に飛び回る、セガサターンを代表する名作フライトアクションゲーム、ナイツ、です。ドリームデータの画面で表示されたステージマップの回転は、LR ボタンで自由に変えることができます。また、LR ボタンの同時押しで、回転を止めることも可能です。ゲーム中にポーズをして、L と R と Y ボタンを同時押しすると、画面下に DSS インフォというのが表示されます。この数値は、ピアンの好感度と関係があって、BGM にも関係しているそうです。ソフトミュージアムのコース2と4にある美術館にはトランポリンを使った特殊なボーナスが隠されています。美術館の床に触れてトランポリンアクションが始まったら、ナイツを回転させるごとにボーナスが加算されていきます。下手に周回するよりもポイントを稼げますが、マルコンじゃないとうまく回れないと思います。またトランポリンのアクション中にアクロバット飛行をすることも可能で、1モーションごとに100点が入ります。ミスティックフォレストのコース4の真上支点の迷路には、ナイツを追いかける赤いオンボロ車がいます。これを迷路の左上の方にあるガレージへ誘導して入れると、ボーナスで1000点が入ります。スプラッシュガーデンのコース3の真上支点の場所にある花時計で一旦静止した後に上プラス R か L で上空に上昇します。花時計の上空のやや下の位置にダッシュポールがあるので、方向キーでうまく誘導して入ります。するとコース2の中間地点にワープすることができます。ただしイデアパラスの先はコース3に戻ります。このソフトの CD-ROM にはパソコンなどから読み込める CG データが収録されています。 CG は全部で8種類あります。パラループでブルーチップを取るとナイツの体に吸い込まれるので時間差が生まれます。これを利用してイデアパレスに入る直前にブルーチップをパラループで囲むと、次のコースに持ち越すことができます。ナイツとデュアライズする前に、人間の姿でブルーチップを集めておくと、速攻でイデアキャプチャーを破壊することができます。これによって、通常よりも制限時間を残すことができるので、無限リンクの最大リンク数を伸ばすことが可能です。ただし、キャプチャー破壊のタイムボーナスは、人間の状態からカウントされているので、ボーナス点自体は低くなります。スプリングバレーのコース4など、リンクが稼ぎにくいコースで、リンクを稼ぐちょっとした裏技があります。イデアキャプチャーを破壊した後にブルーチップを集め続け、わざとタイムオーバーにして散らばったチップを拾いまくるという方法です。空中で静止した状態から方向キーの上か下のいずれかを入れた後に L か R ボタンを押してアクロバットモーションを出現させます。うまくいったら方向キーだけ離しておくと、地面に着地した後も永遠とアクロバットモーションを続けます。ミスティックフォレストのコース3にある
地下洞窟への入り口の蓋が閉じているときに、蓋の上空で静止してから自然落下で着地させます。すると、なぜかナイツが逆立ちしたまま固まってしまいます。この状態から、方向ボタンを左右に軽く押すと、横に向きを変えられます。ソフトミュージアムのコース2の美術館の出口付近で、ナイツが天井と床の間で跳ね続けるようにします。ナイツは体を膨らませながら跳ねるので、天井や床から離れた瞬間に方向キーを右に入れて脱出すると、体が膨れたまま操作することができます。ただし、ドリルダッシュなどのボタン操作をしたり、ダッシュポールや大砲に入ったり、ダメージを食らったりすると元に戻ってしまいます。スティックキャニオンのコース4のタワーには、人間に戻ったエリオット用のエレベーターが用意されています。通常ナイツはこのエリアに入ることができないのですが、タワーのつなぎ目に向かって上昇させると鉄板をすり抜けて入ることができます。ただしエレベーターに乗ることはできませんので、あしからず。コース上に配置されているアイテムは、一旦取ってしまうと、コースを一周してイデアパレスを通過しないと復活しません。しかし、ダブルリングの場合、片方だけくぐって消した後に、ダブルリングが画面外に消えるまで移動してから戻ると、なぜか復活しています。スティックキャニオンにあるカタパルトコースターは、通常は背後からの視点ですが、カタパルトに張り付いた直後から、方向キーを左に入れ続けておくと、真横からの視点に変わります。ただしアイテムの位置関係がつかみづらく、角度の調整も難しくなるので、単に難易度が上がるだけです。このゲームのエンディングは、キャラクターとランクに応じて4種類プラス1のバリエーションが用意されています。すべてのドリームを A でクリアすると、最高ランクのエンディングとなり、エンディング曲を歌うのが、子供から大人に変わります。